するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MG の実況をしながら麻雀やっていこうと思います。今回も3番。さあ、前回ラスを引きましてビンゴ1回しか回せないという切ない結果になりました。今回はもうちょっと回したいので、よく考えたらこれ大物って上がった方がビンゴはさらに多く回せるんですよ。ちょっと気づくの遅かったんですけど、だからもうちょっと大物手を目指せる手はしっかり目指していこうかなと思っております。頑張ります。では早速やっていきます。お、あっという間に集まりました。さすが MJ、 トーナメントだよ。頑張ろう。よし、誰かな誰かな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トン一曲、よし。ドラマ9ピン、プレイヤーはなんちゃです。安心安全のミサさんの声が。プレイヤーのハイパイはどうでしょうか。高ハイパイだ。いらっしゃんてん。そうですね。一体どんな戦いちゃんとやろう。なんちゃで、あ、すそう違うか。パーピンが一番欲しい。パーピンが一番欲しい。なんかな。つもぎりが続きます。ペイも役配ですからね、このルール。あー、よいよいよいよ。あっという間にイシャンテン。パーピンとリアンピン、どっちも。さあ、この範囲ここはスルー。もう違う。ピンズ。リアンピンが2枚目、パーピンは1枚目。おお、ここ恐ろしいよ。ここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。ああ出たー。神茶、これは思わぬ失点。チートイツだ。コーススタートを切りました。怖い。ああ、乗らなかった。一歩リード。リーチ、チートイ。6400点。まずは6400点の横移動。そして親が来ました。頑張れ私。現在のトップは下茶です。勝負の行方はまだ。さあ、ここから。ランシャン点。していくのでしょうか。ケンちゃん。さあ、この範囲にここは泣かないよ、泣けないよ。なんかね、高い手作ろうって言ったけど、この手ちょっと高くするにも、まず親だから。そんなことよりもちゃんとね、上がりに向かって手を進めていくことが大事ですよね。あ、なんか不思議な感じになってきちゃった。三眼光。あー、2枚目泣かない。三眼光が薄れましたね。うわ、やっぱり速いですよね、サンマのこの速度感。まあ、E ピンが通ったんでちょっと E ピンにします。各茶どのように打ち回していくのか。いや、イーシャンテンだけど、あっという間にイーシャンテン。いや、イーシャンテンだけどさ、だけどさ、スーソー取った。おー、スーソー取った。あら、チーピンが皆無。チーピンがゼロ。テンパったけどガンチーピンはゼロ。テンパイだけど、ミサさんそんなテンパイ。あー、両面変化。これはいっちゃおっか。行こう。スーピンがいるでしょう。カンチーピンからスッチーピンに変わって。各茶、相手の出方を伺っている。あれ、あリリリ、これは思わぬ失点。あリリリ、カンスーソー26。今の曲なんか盛り上がって楽しかったな。まあ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 、安く済んだと思えば。トン3曲、気にするような転送じゃありませんから。
のハイパイはどうでしょうか。めちゃくちゃいいですよこれ。これは何が何でも物にしたい。いや本当ですよ。何が何でも。ああポンですか、大丈夫でした。あ、パンですか。ちょっとなんかみんな落ち着いて、アグレッシブすぎない。あ、ちょっと待って、空中戦ばっかり。すごい盛り上がるじゃんみんな。どうしたんみんな、何があったん。イシャンテン、神茶、ステハイにチューチャンパイが並んでいます。並んでるね。あー、イエーイ、オーイエーイ。来た来た来た。イチ、あーあすごい楽しかった。今打ったよ、打ったけどさ、うん、打ったね。うん、いっぱいだわ。うん、はいはい、オッケーオッケー。いや、親マンだよ。親マンだけどさ、すごい今楽しかったよ。打った時にもう、ビンゴ回せないのかな。今すごいなんか盛り上がったわ、一人で。ソフトキッター、シーソーが当たりでしたね。ここはトップからの直撃を狙いたいですね。狙えるかな。はい、頑張ります。ひなた、これで一歩前進。ひなた、ドラ来てます。本当に来てます。波感じられないんですけど。あ、イーシャンテン、これか、あっという間にイーシャンテン。安いですよ、ミサさん。これイーシャンテンはイーシャンテンですけど、ドラがね、クイズか。ドラが重なる方がありがたいんだけどな。重苦しい場になっています。いや、そうよね、そうよ。だってドラ切ってるもんね。ここから追いつけるのでしょうか。点差いくつ。3300ですね。ちょっとこれは分が悪い。場に緊張感が漂っています。うん、確かに。戦うか、ドラも取ってるし、もうこういうのをかけて、もう裏ドラだったりツモに、わあ終わった。もうこんな会話いらなかったね。これはうまく打たれてしまいましたね。ねえ、1300だった。第1局、ドラは梁蔵。ちょっと一度冷静になろう。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。すごくいいです。すごくいい。果たしてこの曲を制することができるでしょうか。これ面法行くの、行った方がいいのかな。いや、でもつもり3万個とか観浪ピン引きでも2ペーコーだもんな。ハクが先に来たときはあれしようか。おお、いきなり仕掛けていった。いきなり仕掛けていったよ。やばい、このままじゃまたビンゴが引けない。場を制する人物は一体誰なのか。ドラのね、振り返りもあるし、こうどうかな。少し場が落ち着いて、さあこの範囲に、ここはスルー。泣くとね、テンパイですけど。さあ持ってきた。リーチ打ちたいんだよな。いやいや、こっちだよね。はい、リーチ打ちました。ここはプレイヤーの現物を切っていく。いやー、ニャムピン通るよねきっとね。焦ってリーチかけなくてもよかったかな。各茶どのように打ち回していくのか。リーチ、追っかけリーチ。わお。めくり合いです。わお。そしてこのリーチ合戦を制するか。はあ、よかった。ここで大きなロンの声。リーチやか。お見事。これさ、三面ちゃんに変えるパターンが一般的ですよね。
だけどそうすると先に上がれてない。ラン2曲、ドラマ数層、プレイヤーの親です。正解がなんだかわからない。レイヤーのハイパイはどうでしょう。なんだこれ、すげえ。これは何が何でもものにしたい。一体どんな戦いとなるのでしょうか。さあ、本、これは泣かないと。いきなり仕掛けていった。もう赤ルーピンでもいいよ、くっついてくれ。一体どんなドラマが待ち受けているの。違う、地位がないからな。重ねたい。おー、重なるじゃない。ひなた、これでリアンシャン点です。いやー、もうドラスーソー切る気ないよ私。お、これは嬉しい。あっという間にシャン点。あー、吐く、いらないよ。あ、これでウーピンだ。トイトイもつく。相手の出方を。いや、そういらない。いいじゃんて。結構想像切ってくれてるんだよな。場に緊張感が漂っています。何2曲だからね。少し場が落ち着いてきたか。あと。もう少ないから残り、あ、あ、ここでリーチ。あ、スルー。どう出るか、ここは注目です。果たしてここから追いつけるのでしょうか。スルー。カン、ひなた、ここでカン。新ドラマシャー、おっと勝負に出ましたよ。うひなた、変敗。キャンセル。ここはスルー。サブロッソー。このまま静かに場が進行していくのか。あー、積もった。嬉しい。あー、これは嬉しい。ひなた、これで2着に浮上しました。うわー、怖かったけどよかった。まだ親もう一回できるから。一本場、ドラマトン、プレイヤーは親です。うわ、ドラ1枚。プレイヤーのハイパイはどうでしょうか。いいハイパイだ。いいシャンテン。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。赤ウピンを使うか、トーンを使うか。いや、トーンとかもいいよね。あっ、神茶、ドラさん。さあ、持ってきた。全部結局失ったんだけど。高めインペコ。6球ピン、6球ピン、6球ピン。い、上がれた。リーチ、インペコ赤。電光石火の上がりと言ってもいいでしょう。ひなた、これでスタッフに浮上しましたよ。うらうら、うらうら、うらうら、ラウ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 ラ。1万2000でトップ目になった。頑張れ私、守れ、守りきれ私。ドラマリャンゾー、プレイヤーは親です。ひなた、全曲は早い上がりを見せてくれました。いやー、これは勢いが止まらない。一体どんな結末となるのでしょうか。ほう、下茶、いきなり仕掛けていった。これで両班確定しました。ひなた、これで一歩前進。7球差、ある程度自分の手はやっていこうかな。じゃあどんな最終形を思い描いているのか。9番、ひなた、これでリアンシャン点です。ねえ、2着目のさ、現物は取っておきたいのにさ。ああ、合わせて動き出した。なかなかそうはうまくいきませんよね。あっという間にシャン点。シャン点ですけど、手の形が。さあ、この牌、ここはスルー。泣きません、私、泣きません。あっそう、神茶、
ここは統一落とし。さあ持ってきた。ひなた天敗。あーっと下茶軽快な今ねちょっとこれはうまく打たれてしまいました。やばいやばい、点差が1万点もない。プレイヤーはシャーチャです。14。おお、なんかいい音鳴った。試合もいよいよ鳴ったけれども。トップ目なのでここは値段よりスピード重視となりますか。スピード重視ですけど。今見たけどさ、84差。どうするのよこれ。ひなた、これでリアンシャン点です。リアンシャン点ですけど。あー、チュン出てきた。もうチュン出てきたよ、ドラ。場が重い空気に包まれています。いつリーチが来てもおかしくないですからね。こうしちゃおうかな。スピードといってもね、チートイツ。あー、空中戦、空中戦よ。早かったですね。空中戦よ。いやまくられたー、まくられたよー。うわー、やぶなしだよ、強かったよ。でもまあ途中ダンナスだったからな、うん、まあね、ここまで来れたことに感謝しよう。ありがとうございました、うん、ありがとうございました。いや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 、ちょっともうしびれる。はい、というわけで MJ 今回は2着でした。真ん中でハネマンとか起き上がりは一切ありませんでしたので、今回はガチャ回せるのは、ガチャじゃないか、ビンゴビンゴ回せるのは2回だけ。まあでも2回はありがたいです。やっていこう。そろそろリーチぐらい欲しいですね。でも一手じゃどこもリーチになんないや、この紙まだ。いきまーす。1回目、2回目、では1つ目、じゃじゃん、48あります。48、ここです。開けます。48、変な開け方。あ、でもリーチはかけれる、これ次の一手で60か56で。よし、もう一個53。ない、ありません。53はいませんでした。なんで今回は1個いきました。まあでも2回やって1個引けるって、まあついてる方かもしれない。今回もこのビンゴシートはリーチになりませんでした。そしてトップ取れませんでした。悔しい。でもすごい楽しくて盛り上がったので、この調子でまだまだ頑張っていきたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではみんな、バイバーイ。